フロマージュブランは北フランスから南ベルギーが原産のフレッシュチーズである。名前はフランス語で白いチーズを意味する。フランスの法律によるとフロマージュフレはフロマージュブランとは異なる。原料は牛乳。フロマージュフレという呼称は乳酸発酵を経た非熟成チーズに用いる。 フレッシュチーズとして販売される発酵した白いチーズは消費者に販売される時点で生きたフローラを含む必要がある。そのためフロマージュブランでは発酵が止まっているのに対して前者は販売時点で生きた微生物を含んでいる必要がある。フロマージュフレはクリーミーなソフトタイプのチーズで全乳またはスキムミルクとクリームから作られる。クワルクと似ている。 硬さはクリームチーズ程度であるが脂肪が少ない。純粋なフロマージュブランは事実上無脂肪だが風味を良くするためにしばしばクリームが加えられるため脂肪の量が増えしばしば総重量の8%にも達する。フロマージュブランはしばしば果物を加えてヨーグルトと同様にデザートとして食べられる。西洋の多くの国ではヨーグルトと一緒にスーパーマーケットで売られている。 ありがとうございます。